日本からの援助で経済発展できたと知ったら、なんと思うのだろうか。中央アジア諸国、韓国に見習え。資源のない韓国は、人々の汗によって、経済成長を成し遂げ、先進国に加わった。カザフスタンのヌルスルタン・ナザルバエフ大統領は、今年の年頭挨拶で、韓国を見習わなければならない。カザフスタンは、世界30位以内の先進国入りを目指している。そのためには、何よりもまず、韓国が歩んできた道を、我が国も歩むべきだ、と国民に訴えた。ナザルバエフ大統領は、普段から、韓国を見習おう。そして韓国よりも早いスピードで、経済成長を成し遂げよう、という発言を繰り返している。国会で、経済分野について発言するたびに、韓国は資源がないのに、人々の汗によって、経済成長を成し遂げ、先進国の隊列に加わった、と強調し、我が国は、韓国の成功例を見習わなければならない、と語った。韓国の面積の27倍という広い国土を有し、莫大な量の原油や天然ガスを保有する資源大国ながら、一人当たりの国民所得は15,000ドル、約150万円程度にとどまっているカザフスタンは、韓国のようになることが国家の目標、と公言している。ウズベキスタンのイスラム・カリモフ大統領も、韓国の経済発展の経験を研究し、見習うべきだ、と口癖のように話している。カリモフ大統領は、韓国を7回訪問するなど、韓国を手本にすることに熱心だ。ウズベキスタンは、産油国だが、一人当たりの国内総生産は、1800ドル、約18万円程度だ。先月末、中央アジアの名所といえる、この両国に出張した。韓国の23の政策研究機関を管轄する、経済人文社会研究会が、中国、西安とトルコ、イスタンブールを結ぶ、かつてのシルクロードの拠点だった4都市で行ったユーラシア経済圏セミナーを取材するためだった。カザフスタンやウズベキスタンの人々は韓国を見習いたいと口にした。政治家たちは韓国の経済開発計画を見習いたいと言い、企業関係者たちは韓国企業ともっと協力関係を築きたいと話した。ウズベキスタンでは、ルスタム・アジモフ第一副首相が、セミナーの討論会に出席するほどだった。しかし、この両国にとって、旅客船、セウォル号沈没事故は、ショックだったようだ。韓国で、どうしてあんなことが起こったのか、と当惑するムードが感じられた。それは、尊敬する師匠の、恥ずかしい部分を見せつけられ、失望した弟子の表情だった。カザフスタンで行われた討論会で、イゴル・ムサリコフ外務省報道官は、セウォル号の惨事に対し、深く哀悼の意を表する。韓国国民の痛みを、我が国も共有する、と述べた。温かい慰めの言葉だったが、惨めに感じられた。カザフスタンや、ウズベキスタンの学会や、企業関係者たちは、セウォル号沈没事故をよく知っていた。ウズベキスタンマクロ経済展望研究所のサティコフ理事長に、韓国の見習いたくない部分は何かと質問したところ、しばらく考えた後こう答えた。韓国には短所もあるが長所も多い。我が国は韓国の長所を見習いたい。これは経済的な成功という長所を除けば見習うことがない国と言っているようにも感じられる。開発途上国が羨む国から豊かにはなったけど、取るに足らない国という軽蔑の対象にならないためには、セウォル号の惨事以前とは180度変わらなければならない。韓国が変わらなければ、ナザルバエフ大統領の来年の年頭挨拶に、韓国はこれ以上見習うべきではない国という言葉が入るかもしれない。Thank you.
Thank you.